皆さんこんにちは。時の花小屋です。いつもご覧になりありがとうございます。それと最近とっても寒くなってきましたね。寒くなってくると空気も乾燥して、この粘土作りでも粘土がすぐ乾燥しやすくなったりとか、すぐ固まってきたりする現象が起こったりします。なので手際が良い作業が求められてきます。これまでのその1ネイチャー風ジオラマ作り製作では、地上部分から基礎の部分、そして LED の配線から木の幹部分、それから中の暖炉や中の装飾などをしてきました。これから幹の上部分を作っていきたいと思います。ではどうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
Thank you.